えー、ロトランの開運ツアークルーズが中止になり、えー、モチベ下がっている JRA のせいやです、はいえーっとね、残念ですねあの昨日締め切りだったんですけど最小最高人数30名以下だったようなので、えー、中止となりました、はいえー、まあ価格でしょうね、はいまあ、返金されるようです、はい、これはねね、あのー、また別の、ね えー、ものに使いたいいたなと思います、はいえー、で先週のロト7はですね、えー、061835、えー、ボーナス数字含み3数字でしたはいでロト研究家はあ2数字まででしたね、はいまあ、大差ないですねはい、はい、それでは、えー、第1437回のロト6の予想です はい、えー、前回はですね、えー、とこのようになっておりました、3系列3、30出て、えー、日が6だった。 だったですね、33がボーナス数字という形でした。あとはちょっとばらけましたけどもはい今回はあ2019年の12月2日、えー、368であります。1437回で6系列。ここね、間違えました。41ちょっと塗ったんですけど違います。あのー、ここですね、42ですで、物滅は1泊でありますということです。はい、で仏滅の時に 何が出てるのかっていうのがこちらになっておりましてで私はここから10を10と26をピックアップしたいなぁと、えー、思いますねはい強調したいかなと思いますはいえー、で一泊1泊なので1泊の時はそうですねここでも10あとは7ですかね43っていうのも 気になってましたはいえー、で開催会があ6の6なのでえー、その時はこれらが出てますで6番あ出てるなとここらも気になってはいるんですけどはいはい、えー、で日が8の日であります はいえー、そのした時何出てるのかっていうのであやっぱり10番出てるなと24ここでね気になりだしましたね私は。はい、で34これはもうですね3839はい、えー、そこで迷ってましたね3839をどうしようかっていうことでねはいで待つ日が2の日であるんで。 その時は、ああ、20番とかが調子いいのかなと。40番台、やっぱりここら、出てるなってことで、40番台も、ここで私40か41、ちょっと、数字の流れ的に、ありうるのかなと、え思い出しまし、思い始めました。はい。で、えー、開催会の待つ美が7。えー、437回。で、 そうですね、その時は1919 19ここで気になりますかねはい3はね前回出てるだけにね3は前回出てるんですよねそうですね それだけにどうかっていうところで、で、物滅で1泊だったときありました。はい。えーと、これ2018年なんで、年の2系列と、あとは1泊ってことで、やっぱ10番出たんですね。で、気になってる24も出てる。で、私の気になってる26はボーナス数字で出てる。ちょっとここら辺参考にしたいですね。はい。ということで、えー、いろいろとね、フォーメーションを考えて、 えー、迷っておりました。で最初このようにいこうかなと思ったんですけど、えー、ちょっと35来てもおかしくないんですけど35やめようかなという、えー、感じで29も29も,ものすごい気になるんですけどねはいとちゅうことで、えー、と今回これでいこうかなと思ってます、はい えー、10と19入れ替えて28固定でね28と26はすごい気になってて、えー、これ順番逆ですけど、えー、でそれにあの41と31っていうね、えー、ものが入ってくるんであればと思ってであとは3系列3もね前回出てるんで12213039に流してやろうかなと、えー、こうしたフォーメーションで。 えー、今回いってみようかなと思っております。はい。まあとにかくね、えー、6、28、26の算数字来なければ終わりなので、はい、今回これでいってみようかなと思っております。